お昼ご飯はですね、こちらでございます。 SLC のフォーラム8から歩いて30秒ぐらいですかね、のスープカレーでございます。SLC では構文安定セミナーっていうのをやっています。3回今週やります。昨日月曜日1回終わって、今日は火曜日なんですけれども、明日水曜日の午前にも1コマございます。そして土曜日5月26日の午前10時から12時にもございますので、よろしければぜひお待ちしております。でこの構文セミナーなんですけれども、SLC の講座で構文っていうことを強く打ち出しているのはこの構文ワンデーセミナーと、それからもう一つ連続ものの講座では文法&構文リーディング特化コースという全6回のコースの中で構文を扱っています。実はですね、この構文っていうのが TOEIC のスコアアップを目指す方の多くにあまりこう受け入れられないというか、ちょっと不人気なんですね。なんか手っ取り早くない、点数に直結しないんじゃないかとか、それもいいからコツ教えてほしいとか、問題いっぱい解かなくちゃとか、まあなんかちょっとその前のめりになってる感じがちょっと見受けられ、まあ無理にとは言わないんですけれども、ちょっとそこを少し考え方をもう少しペースを緩めて、構文大事だなっていうふうに思ってもらいたいなと思って、この構文ワンデーセミナーも繰り返し繰り返し開催をしています。なんで構文が不人気かっていうと、おそらく例えば文法だったら TOEIC のパート5、いかにも文法問題だな、文法の知識が必要だなっていう問題があります。そして語彙単語ですね、それももちろんパート5でも必要ですし、語彙いらないっていうような意見は まさかないはずなんですよね。で、はい、文法大事、語彙大事、そしてパート7速読だっていうふうに言っちゃうんですけれども、このパート7の速読ですよね、どんなに早く読んでもですね、意味間違えて読み飛ばしてしまうと、要は意味分かりますか、書いてある内容分かりますかっていう問題なので、意味変わっちゃうと、問題は解けないわけです。で、よくあれちょっと意味取り違えてないかなと生徒さん見てて思うときに、ちょっとここの部分和訳してもらえませんかと言って、ちょっと和訳していただくことがあるんですけれども、例えば800点前後ぐらい取っていらっしゃる方でも、おっとそこで切るかとか、おっとちょっとその就職関係それなんだっていうような、書いてあることの意味をもう全く変えてしまうっていう訳をされることがあります。これやってるとどんなに早く読んでもしょうがないですね。で、なんで構文大事なのかっていうと、意味です。意味、言語の勉強なので意味を理解する、そして自分が伝えたい意味を伝えるっていうことが、その TOEIC のスコアを超えたその先に必要なわけで、そのためにはですね、やっぱり正しく意味を受け取る、そして正しく意味をお伝えする術を知ろうっていうのがやっぱり構文です。はい、ですのでちょっと不人気なんですが、これからも負けずに開催していきますので、ぜひよろしければご参加ください。2時間で3000円です。はい、不人気とは言ってもですね、いつも参加してくださる方ありがとうございます。本当に不人気だったらやめちゃうんですよ。それでもやっぱりこう共感してくれて、やっぱり大事だなと思って、こう構文の勉強をし続けてくださる方がいらっしゃいますので、受け入れられる日が来ると信じ、これからも開催してまいります。はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございました。